アメリカジョッキークラブカップは日本中央競馬会が中山競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。新聞の紙面上などではアイクやエジシバイジ芝居と略記されるほか JRA ではアメリカ JCC の表記も用いられることがある。聖書はアメリカジョッキークラブ賞。1960年に日米友好の一環として ニューヨークジョッキークラブから優勝杯の贈呈を受け創設された。第1回は新年を飾る競争として1月5日に芝2000メートルのハンデキャップ競争で行われたが、1961年には当時1月中旬に行われていた金杯と試行時期を入れ替え、負担重量をベース定、試行距離を芝2600メートルに変更。その後、試行場や 思行距離は幾度かの変遷を経て、1984年以降は、中山競馬場の芝2200メートルで定着した。外国サ馬は1972年から、外国馬は2006年から、地方競馬所属馬は2020年からそれぞれ出走可能になった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別。 定2021年の1着賞金は6200万円で、以下2着2500万円、3着1600万円、4着930万円、5着620万円。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝場のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。